はい、皆さんこんにちは。ジャーナリストの岩上康美です。お話を伺うのはこちら、福島県川内村の議会の村議会の議員でいらっしゃいます西山千佳子さんです。西山さん、どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。これは川内村についてちょっとこのままではいかんという、はい、とても強い危機感を覚えていらっしゃるという、はい、それはどういうことなんでしょう。そうですね、今国とその東電とこう原発事故のそういう状況をまあの反映したようなその川内村がこれから来年の3月に向けてその皆さん帰りましょうというその政策があるんですね。で今、避難されている方もいる、はい、だけれども避難してない生活している方もいる、はい、という状況なんですね。はい、そうです。つまりこの計画的避難というこの指定区域の指定を解除しようという動きがあると、はい、いうことなんです、はいはい、それはですね先月 その議会の時に国の方がその、まあ、3月までに帰れるようなその除染を行いながら帰れる状況を作りなさいという、うん、そのプロジェクトを計画プロジェクトを、うん、策定するということで、それは今月出していると思うんですが、うん、実はここでご紹介をしたいと思います。竹原慎一さんです。どうも。実は竹原さんはこの西山千佳子さんのですね強力な応援団ということで、竹原さん九州に住んでるのにどうしてまた西山さんをご存知ですか。ご連絡取り合ったんですか。そういう大河原さんの時、はい、大河原裁判の時議会で懲罰をかけられてたんですよ。私は5回ぐらい懲罰を受けて、何ですか懲罰をかけ、どういうことですか。なぜ発言が気に入らないとか、なんとか生意気だとか、そんな程度の話ですね。結局その中のことをこう表に出したりとか、その議会で言ってはならないことを言ってしまったり、まあ、周りの皆さんに、ね、言ってはならないことで、それで懲罰をかけられて、うん、本当のことを言ってしまったというのは、ね、言ってしまった問題ではないんですけど、皆さんが問題なんですね。そうそう。竹原さん その新聞記事を見たんですね、うんうん、でその時に私は自分の立場とこう似てるというか、あ、このぐらいのことをしないと、うんうん、議会は変わらない、行政は変わらない、うん、思ったので、私はもう本当に、あ、この人は本気だっていう直感ですね、うんうん、それからずっとお付き合いがあった、うん、いて、あ、そうですか。でも311前からお付き合いがあったんです、ね、あったんですね、はい、そうですね、うん、役に立たずに金がかかるものが役人にとってメリット、うん、焼け太りをしたくてしょうがないのがこの国というものなんですね、役所、うん、実際そうでしょ。肝心なことはもう国民、うん、まあその村民もですね、その行政に期待するっていうこと自体が問題なのかもしれないと思いますね。